与したとみて調べています。昨日午後11時50分ごろ、牧之原市の住宅で家族が刺されたとの110番通報がありました。関係者によりますと、警察が駆けつけたところ、住宅の2階の寝室で首など複数箇所を刺され血を流した40代の女性が発見され、病院に運ばれたものの間もなく死亡が確認されました。警察は元夫の13歳の娘が女性を刺したとみて、その場で保護したということです。保護された娘が命を絶っているかどうかについて警察は明らかにしています。14歳の娘は食後症状が刺した行き先や動機などについて事情を聴くとして実行捜査を進める方針です。警察庁は今日から金融政策を決める会合を開いています。住宅ローンの金融に影響する金融緩和策を修正するのかどうか注目されています。Thank you.